2022年カタールワールドカップ欧州予選グルー。A 第2節のセルビア代表対ポルトガル代表戦が4時間27日に行われ、2、2のドローに終わった。5、試合の終了間際に下された、ノーゴール判定、大きな波紋を呼んでいる。今シーズンの欧州、カーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、試合は、 前半に、リバプールの FW、イオゴ・ジョッタが2得点を挙げて、ポルトーガがリード。だが、ドラガンストイコビッチ間、率いるセルビアも後半から反撃に転じ、46分と60のゴールでに 2, 2の同点に追いついて、終盤を迎えた。後半アディショナルタイムに入ったとこで、ポルトガルに、絶好のチャンスが訪れる。 そう、ペナルティーエリア右サイドへの浮き玉っに反応したクリスティアーノ・ロナウドが、ルビア・ GK より先に、ボールに触り、ボールは無人、ゴールへと転がっていく。DF ・ステファン・ミト、ビッチが必死に足を伸ばして書き出したが、リアされた時点でボールはすでにゴール裏、を完全に過ぎていたようにも見えた。だが、点は認められずに、プレイ続行。シー・ロナウドは、ルの行方を、 真横から見ていたはずの腹心。激しく詰め寄って抗議し、プレーが止まった。頃で、イエローカードを受ける結果とな、納得できない様子のシーロナウドは、腕からキップテンマークを外し、ピッチ上へと激しくこう、つけると、タイムアップを待たずにドレッシングルームへと去っていった。この判定と、シーロウドの行動は、各国メディアから大きな注目、集める騒動となった。 ポルトガル代表のフェナンド・サントス監督は、試合後の会見で、得を認めなかったことについて主審から謝罪、受けたともコメントしている。判定自体にかって注目されているのは、この試合で VAR、ビデオ、シスタントレフェリーも GLT、ゴールラインテのロジーも使用されていなかったということだ。各国リーグ戦や国際試合で広く導入され、ようになった VAR や GLT が、 ワールドカップ欧州予選という舞台で使用されていないことは各国名いややファンに驚きを引き起こしている国サッカー連盟 FIFA による2022年ワールドカップ予選レギュレーションによれば VAR や GLT は FIFA と拡大陸連の合意により使用できるとされており使用義務付けられてはいない 欧州予選では他にスペイン代表やアイルランド代表などから VAR ないことで不利な判定が正されなかったとって不満の声が相次いでいる。<music>